はい、シュプリームテラテラです。はい、ということでウィーク10ですね。皆さん、お疲れ様でした。はい、本日の並び日記ということで、並び日記のコーナーなんですけどね、いやーもうね、私テラテラ怒っておりますよ。今日の並びは本当にひどかったなっていう感じですね。何がひどいかっていうと、そう、まあ並ばれてる方のね、まあ特に、ちょっと残念なんですけどもね、外国の方のね、並びのマナーの悪さですよ。これにね、本当私、まあもう怒っております。はい、今日はね、その話をしていきたいなと思うんですけど、はい、まあ並びのマナーっていうのはね、結構、何でしょう、第三者から見た時にですね、まあシュプリームの並びのルールにのっとってやってても、第三者からしたら、全く関係のない人からしたらね、こんなところ並びやがってみたいな感じで、まあその並んでるところ自体、まあ、マナー違反じゃないかみたいな、そういうこともね、言われても仕方がないことなんですけれども、まあ今日お話しするのはね、まあシュプリームがあくまでも地域の、周りに迷惑がかからないようにっていう、その注意喚起の中をもとにしてね、マナーちょっとどうなのっていうお話なんで、まあそのあたりはね、ちょっと、皆さんの思われるところを それぞれですね、いやそれはいいだろうと思われる方もいらっしゃると思うので、まあそんなことがあったんだ程度にね、聞いてもらえたらいいなと思うんですけど、まあ今週ウィーク10の並びはですね、大阪だいたい650人いかないぐらいの並びだったんですね。で、まあ結構朝から結構並ばれてて、私が行ったのはですね、8時過ぎぐらいだったんですけど、まあまだだいたい400人から500人ぐらいの並びができてる時ぐらいでしたね。で、まあぐるーっと、まあいつものところからまっすぐ行って、まあちょうど折り返して半分ぐらいみたいな、そんなとこぐらいでいたんですけどもね、すべて外国人の方でしたけど、地べたにまあ座り込んで待ってる人、それから、お店の入り口部分ですね、入り口部分ちょっと段になってるところに、そこを椅子代わりにしてですね、まあまだお店はオープンしてないんですけどね、オープンしてないんですけど、まあお店のその入り口のところに、腰掛けてる人たち、それからそこで喫煙ですね、喫煙をされていたり、それからまあマンションの入り口ですね、入り口部分にですね、まあ椅子ですね、折りたたみ椅子持ってこられて、まあそれをドーンと、広げてですね、マンションの入り口部分に座り込んでる人とかですね、そういう人たちがいたんですね。まあそれちょっとどうなのと思ってましたけど、でまたこれも中国の方だったんですけどもね、なんか、まあその人たちは立ってたんですけど、まあお腹が空いたんでしょうね、いきなりお弁当をですねマンションの前でお弁当をまあ食べ出してみたいな、並んでるみたいな、まあひどいなっていう感じでしたね。まあお弁当ぐらいはいいのかなとは思いつつもですね、もうなんか、よくこんなところで食べれるなみたいな、もっと美味しく、せっかくだったら美味しく食べたらいいのにと思いましたけどもね、まあ手に取っておにぎりちょっと食べてるぐらいだったらいいんですよけど、がっつりお弁当でした。がっつりお弁当をバクバク食べてるみたいな、もうなんかこう、まあ、あの状況を見た時になんかこうキャンプ場か何かがみたいなねそんな感じで、まあ、普通の歩道なんですけどもね、果たしてどうなのかなと思ってたんですけど、まあそうしてたらですね、そしたら前の座り込んでる人たちがそこで喫煙を始めたりとかですね、で喫煙した後のそのタバコの吸い殻をですねそのままほかしていったりだとか、そういう人がいたりで、もうなんでこんなところで喫煙するんだろうと思って、私も結構ヘビースモーカーなんですけど、さすがにね並びの時のね1時間2時間ぐらいは我慢しますよっていう、
戻ってね、車の中でこうちょっとタバコ吸ったりとかしてるんですけどね、まあ路上でよくそういうことするなみたいな感じで、でそしたら私の後ろの方のね、これはね日本人だったかもしれないんですけど、ちょっと海外、まあ言葉を発してなかったんでどっちかわからなかったんですけどね、まあそいつもタバコ吸い出したりとか、なんか気使って一応その何でしょう、煙はね道路に向かってふーとかってやってたんですけど、そこまでしてタバコ吸いたいかなって思うんですよね。まあ私もヘビースモーカーなんで気持ちはわかるんですけど、なんだろう、マナー違反まで犯してタバコ吸いてるのかなみたいな、そんなんもあってね。まあ皆さんどうですかね、例えば自分が住んでるマンションの目の前にすごい長蛇の列ができていて、まあなかなか出入りしにくいとかですね、出入りしにくいだけじゃなくてそこに椅子広げられて弁当食べられてたりとかしたらどうですかね、どう思うんだろうと思って、まあなんとも思わないよっていう方もいらっしゃると思うんですけどね、まあ私だったらさすがにちょっと注意したくなりますよね、マンションの住人だったら。それから、まあ、もし自分がやってるお店の、入り口部分に座り込まれてて、でそこに、タバコの吸い殻が散らばってたとかなったら、それ誰が掃除するんですかっていう話ですよね。結局お店の人がですね、掃除されてると思うんですよね。それは しますよね。そんな状態でお店開けられないですから。なんかね、で今までねそんなことあんまりなかったんですよね。ちょっと喫煙してるやつがいるとかそれぐらいだったらいいんですけど、座り込むやつってそんなになかったと思うんですけどもね。なんか今日のナイキの並びはそういう人が結構目立ちましたね。結構椅子、まあシュプリームって椅子出していいのか、並ぶときに椅子出していいのかどうなのかって俺わかんないんですけど、聞いたこともないんで、あんまり良くないですよね。なんでああいう人たちが今回多かったんだろうって正直思いますけどね。ちょっと疑問に思うところはあるんですけど、なんかちょっと目に余るなっていう感じはしましたね。まあなんていうんですか、割り込みとかね、そういうのも結構腹立ったりしますけど、まあそれ以前にですね、やっぱりなんだろう、あんまりマナーが悪すぎたりすると本当にあそこの並び場所を使えなくなってしまったりとかしたら本当困るんですよね。比較的いい場所だと思うので、で例えばマナーね、並ぶ場所が制限されたらその分、なんて言うんでしょう、お店側もそこまで並ばすことできないんで、ものすごく早めにね抽選切ってしまったりだとか、全てにおいてあんまりいい方向には進まないと思うんで、できれば本当やめてもらいたいですよね。まあ多分、海外の方なんでほとんどがこんなところで言ったって、日本語で言ったって仕方がないんですけどね、なんか恥ずかしくないのかなって正直思いますね。まあそういうのはないのかもしれないですね、そういうことされる方っていうのは。まあなんか残念だなーっていうような、そんな感じでした。まあ決してね、もう本当私がですね、そんな人に誇れるようなマナーのいい並び方をしてるかって言ったら、自信はないんですけどね、まああそこまではひどくないかなっていうのが、まあなんか、悲しかったなっていう感じですね。で、来週ですよね。来週いよいよ30周年のリークが、まあ、出てるんで、まあおそらく30周年の記念アイテム出ると思うので、またすごい並びになると思うんですけどもね。まあなんかまたあんな感じの人たちがいっぱい増えるのかなと思ったらちょっとげんなりしますよね。はい、まあね、そんだけ言うんだったらお前がその場で注意すればいいじゃんっていう動画を見られてる方はね、思われた方もいらっしゃると思うんですけども、私は基本そういうのがあったとしてもですね、何も注意しません。なんかもうトラブルに巻き込まれるのも嫌だしね、まあそういうのは基本的にスタッフさんがやればいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、スタッフさんも何も誰もいない状況の中でね、なんかそういうトラブルになっても嫌なんで、
基本的にはこう見て、見ぬふりではないですけどね、見てるだけっていう感じなんですけどね、まあスタッフさんももう少し早く来てくれたらねって思いますね、今日は結構スタッフさん遅かったんですよね、まあセキュリティの方がね、来るのが比較的遅かったんで、まあナイキとか、まあ人気コラボ集なんでね、もう少し早く来てもいいんじゃないかなっていうのも正直思いました。はい、まあ、あのスタッフさんがいるのといないのとで全然あの海外の人たちのですねマナーって変わってきますんでいないとね、やっぱり何かこうそういう、抑制する人がいないと、まあ、とんでもない状態になってしまうのかなというふうに思いましたね。はい、という感じで、まあもうおっさんの愚痴でございました。はい、皆さんは、どう思われたでしょうか。はい、それではまた、本編の方はですね、すぐに、動画上げさせていただきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。